自分らしく生きたいけど周りの目が気になるそこには7つの理由があったんです今日はそれを解説しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介してますよかったらチャンネル登録をポチッと押してくださいよかったらねはいということでこのチャンネルではとにかく自分らしく生きよう そして本音で生きよう本音で生きる大切さそれを伝えています本音で生きたらやりたいことが見つかるいつでもどこでも自分の力を発揮できる心を許せる仲間やパートナーができるお気に入りの生活ライフスタイルが実現するそして毎日が楽しい生きる喜びにあふれている最高でしょ もう世界中の人が本音で生きたらめちゃめちゃ平和になるって思ってますみんなが自分らしく生きたら世界は平和になるって思ってるんですもっと幸せになると思ってるんですだからこのメッセージを伝えていきたいだけれどもしかしですよ本音で生きるためには7つの壁があったんです自分らしく生きるためには7つの壁を乗り越えないといけないんです それがね、僕自身の経験で分かりました。 僕自身はねもう30までは本音1割やったんです本音1割やったけれどもその7つの壁を乗り越えることで今はね本音9割、まあ、こんな全開で、あのー、表現することができるようになりました今日はねその7つの壁を紹介しますということなんですでこのチャンネルではね、まあ、さっきも言うたけど本音で生きるためとにかくあなたが自分らしく生きるための行動習慣そしてライフスキルそしてメソッドっていうのを、あのー、紹介してます ですので、えー、チャンネル登録とかお願いします。で、あのね、僕、ラジオもやってるので、本音で生きるラジオとや,やってたりとかね、あとブログも書いてるので、その概要欄にリンク貼り付けてるんで、よかったらそちらもご覧ください。はい、ということです。えー、それではいきましょう。本音で生きるための7つの壁ということですね。えー、言いますね。まず一つ目が、自分に自信がない。二つ目。 自分の気持ちがわからない3つ目望みを叶える方法がわからないで4つ目スキルがないで5つ目がえ自分は変わらないと思っているで6つ目楽をしたいで7つ目嫌われたくないこれを順番に解説しますまず1つ目あこれねここに置いてるから今日もこれマックスくんとね一緒にやってるからこれちょっと見えるようにこうやってちょっと見えますねこれね、はい、マックスくん あマックス君んかねありがとねマックスくねはい、はい、まず一つ目ね、えー、自信がないです自分がやりたいことが見つかっても好きなことが見つかってもどうせ自分は無理やどうせ失敗するって思ってたら一歩 踏み出さなないいんんでですすよ挑戦しだから自信ってものすごい大切で自分が自分のことをどのように評価するのか価値ある存在として思っているのかそれともダメな人間と思っているのかこれだけこれセルフイメージとも言うんですけどそのセルフイメージが高いのか低いのかで大きく変わってくるセルフイメージが高かったらやりたいことあったらやったらええやんね好きなことあったらま,まずとにかくやってみようってなるんだけどセルフイメージが低かったらやめとこう。 なんとなくできなさそうな理由がどんどん降ってくるんです。そしてやらない。やらないから現実は変わらないということ。二つ目、えー、気持ちがわからない。ね、えー、っと、本音一割の時、僕本音一割の時はね、周りの人が何考えてるんだろうとか、どうやったら認められるんだろう、どうやったら褒められるんだろうって意識が外側に向いてるんですよ。 相手に向いてる自分の内側に向いいてないだから自分が今どんな気持ちなのか何がやりたいのか何が好きなのか自分はどんなことが、えー、情熱を感じるのかとかそんなんがね分からなかった。ね。だから自分の気持ちがわからないってこと。で3つ目望みを叶える方法を知らない。 なやりたいこと見つかっても目標夢が見つかってもねそれをどうやって叶えていったらいいのかがわからないということねこれこれですよね望みを叶える方法を知らないということで4つ目これもまあ3つ目近いんですけど、まあ、スキルがない 問題を解決するスキルであったり、感情をコントロールするスキルであったり、んやろトラブルを解決するスキルであったり、まあ、何しかスキルがないんですよね。自分がアメリカに行きたいって、アメリカに行きたいってあの夢が見つかったとしても、どうやってアメリカに行ったらいいのかがわからへんし、アメリカに行くための乗り物、まあ、車使うのか、飛行機乗るのか、船乗るのか、それともチャリで行くのかって、その乗り物もないんですよ。じゃあ歩いていく歩いていったらどうですか いや無理でしょ。泳げないでしょ、そんな長い距離で。無理だから、もう長いな、遠いなと思って、諦めてしまうんですよ。はい。だから、なんやろ、アメリカに行く行き方もわからないし、行くツール、乗り物もないから、もう諦めてしまう。これが、えっ、ー、と、まあ、4つ目ですね。3つ目と4つ目、近いですね。望みを叶える方法を知らないっていうのと、問題を解決するスキルがない。これ、どちらも、自分がやりたいっていう夢とか目標と、現在地の道を作れないっていうことですね。 はい、道を作れないということとあれ、落ちた、テープ落ちた、道を作れないということと、えー、あもうちょっとうまくいかへんな、これ、ちょっとこれぐらい。 これでしょはいえっ、ー、と何だけあの夢と現在地を道が作れないっていうことと、えー、その道を進んでいく過程でいろんなトラブル問題が起きた時にそれをどうやって解決したらいいかわからないあこれが言いたかったですはいえー、次はえー、っと何個目だろうあ5つ目あこれ昔僕ありましたね自分は変わらないと思ってる自分は変わりたい変わりたいってアクセルは踏むでも一方で 自分は変わらへんと思ってる。やっても無駄やと思ってる。性格なんて変わらへん。運命なんて変わらへんと思ってる。ブレーキを踏んでるんですよ。アクセルとブレーキを同時に踏んでるんですよ。だから前に進まない。疲れるだけです。エネルギーがどんどん疲れていって、そして、えー、結局はやっぱり無理やったっていう無力感がどんどん積み重なっていくんですね。はい。で、次は6個目。楽をしたいということ。ちょっと飲みましょう。 個目は楽をしたいこれね人間ってそもそもここ脳みそね脳みそってそもそもなんか楽をしたいそして、えー、苦しいことはしたくない変わりたくないっていう性質を持ってるんですよ。 もうそれががねもう出来上がってるんですよ脳みそが。なぜならね、脳みそってすっごいエネルギー使ってるみたいです。重さで言ったら大体 1kg、大体体体重の2%ぐらいなんですけど、人間の体の約20%のエネルギーを使ってる。もう何もしてなくても、どんどんエネルギーがなくなっていくんですよ。だからできるだけ脳みそっていうのは生きるために、生存するために、エネルギーを消耗専用にしてるんですよ。セーブしてるんですよ。だから新しいことは専用にする。だってエネルギー 使うでしょで苦しいこともせえへんで今までと違うこともせえへんっていう選択をしがちなんですよ脳はもうそういう風にプログラムされてるんですよ脳っていうのはだから、えー、やっぱ新しいことをするとか今までと違うことをするっていうのはやっぱりあのー、何やろ楽しいこともあるやろうけど楽じゃない部分もあるじゃないですか苦しいこともねだから、えー、本音で、えー、やりたいことがあっても一歩踏み出せないっていうことこれが6個目ですねで7つ目嫌われたくない はいえー、やりたいことが見つかっても言いたいことがあってもこれ言うたら居場所がなくなるんちゃうかのけものにされるんちゃうか嫌われるんちゃうか空気を壊しちゃうんちゃうかって周りのことを気にしすぎて言いたいことが言えないでやりたいことに踏み出せない。 っていうこことなんでですすよよののつ壁ね自分に自信がない自分が何がやりたいのかが分からへんそして夢が見つかってもその夢をどうやって叶えればいいか分からへんしそ行動していく上でそのいろんな問題トラブルが出てきたそれをどうやって解決すればいいか分からへんそして、えー、と自分は変わりたいけれども変わらへんと思っているでもどこか楽したいなと思ってたりそして周りの目も気になるそんなふうに思ってたら本音で生きられないんですよ。 はい、でも逆を言うとねこの7つの壁7つの問題をクリアして7つの壁を乗り越えたら誰でもあなたでもいつからでもねどこからでも本音で生きられるようになるんですよ本音で生きるっていうのはね技術なんですよスキルなんですよ生まれ持った才能とかじゃないいつでもどこでも本音で生きたいって思った瞬間から本音で生きれることができるようになるんですよはい ね、じゃあどうやって本音で生きることができるのかこれがどんな技術なのかってことでしょこれがいつも僕が言ってるライフスキルですライフスキルっていうのは目には見えないけど大切な生きる力ですこのライフスキルを身につければ誰でもいつからでも本音9割で生きられるようになる自分らしく輝けるってことなんですライフスキルっていうのは4つのライフスキルがあります 自分とつながる自分にはどんな特技があってどんな弱みがありどんな好きなことがあってどんな嫌いなことがあるのかやりたいことは何なのかで自分のいいところも悪いところも認める受け入れるっていう自分とつながるということそして自分とつながった上で二つ目相手とつながるね自分が苦手な部分を 苦手な部分を誰に、えー、誰と組んだら、えー、っと解決するだろうってこれチームを作るスキルとかねえー、っと相手のことも大切にしながら自分が言いたいことを言うこのアサーティブネスとかねえー、あとはねえー、っとなんやろなえー、っと あそうそうそう相手がどんなことを望んでるんだろうっていう相手の本音を聞き出す力そして自分が本当に伝えたいことを伝える力伝わるように伝える力であったりするこれが2つ目で3つ目は夢を叶える力ですよねやりたいことが見つかって現在地まで道を作って進んでいくアクションしていく行動をしていく力で4つ目 それは問題、トラブルを解決する力。いろんなト,トラブル、問題。そして感情がうわーってこう出てきた。そんな時にどうやってそれを落ち着かせるのか。どうやってその問題を解決するのか。それを考えて。そして感情を落ち着かせて。そして冷静に対処して夢を、夢に向かって進んでいく力。この4つのライフスキルがあったら、誰でも本音で生きられます。で、この YouTube のチャンネルでは、その、 ね、4つのライフスキルを具体的に行動習慣に落として 50のライフスキルととししてて紹介いいいきたいと思いますでこのチャンネルを見ていただいたら、自分自身が本音で生きられるようになるし、言いたいことが言えるようになる。周りのことを気に気、周りのことを気にせずにね、自分がやりたいことができる。で、周りのことも傷つけずにね、そういうことができるようになるんで、ぜひ、あの、このチャンネルを見ていただけたら嬉しいです。えー、チャンネル登録ボタン、ポチッと押してくれたら嬉しいですね。はい。で、本日の、えー、動画はここまでなんですけど、少しでもためになったなとか、面白かったな とかおかじちょっと頑張れって応援したいなって気持ちがあれば高評価ボタンをポチってそれだけでもめちゃくちゃ嬉しいです励みになります、えー、平日毎日配信してますのでよかったら明日も遊びに来てくださいえー、ねこんな感じかな、えー、The End、えー、終わりの挨拶 The End にしようと思ってます、えー、どうしよう The End それではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ